Hi everyone! 皆さんこんにちは、ノラスです。今日は患者さんのご家族に患者さんの状態や状況説明をするときに使える英単語をご紹介します。まず、患者さんが運ばれてきたとき、運ばれてきた理由が分かっていれば、それをご家族に説明します。例えば、車の事故にあった。He was in a car accident. 今日会社で急に倒れた。He collapsed at his office today. そして今患者さんがどういう状況なのか、無事なのか、コンディションがご家族が一番気になるところです。まず意識がないとき、集中治療室にいて意識がないのであれば、He's unconscious in ICU。運ばれてきたとき、すでに意識がなければ、He was unresponsive when he was transported here. 病院に運ばれてきたとき、反応がなかった、などが使えます。この transported here、運ばれてきたっていうのは、taken to the hospital, brought to the hospital, など、いろいろ言い方はあります。意識がある場合は、He's conscious, but we still need to run some tests. 意識はまだあるけど、まだいくつか検査が必要です。状態が安定している場合は、He's stable now. 今は状態は安定しています。状態が悪い場合は、He's in critical condition. または、He's in serious condition. とも言えます。これクリティカルの方が生死に関わる感じが強いです、まあ、シリアスも重症ですがクリティカルに比べるとまだ多少はマシな感じがするので状況で使い分けてください。助かる見込みがあるかないかを表す場合 He's going to make it He's not going to make it を使うと直接的な表現を避けることができます。間違っても He is dead とか言わないように気をつけてください。あと We tried to resuscitate him, but he didn't regain consciousness. 蘇生を試みましたが意識は戻りませんでしたなどの言い方も覚えておいてください。そしてこの resuscitation は CPR と言っても同じです。We tried CPR, but he didn't regain consciousness.あと、患者さんはもう大丈夫ですよと言いたい場合は、先ほどご紹介した He's going to make it とか He will make it よりも He's going to be okay とか He's okay も安心感を与えます。それではおさらいです。意識レベルを説明するときは Unconscious, Unresponsive, Conscious 状態を説明するときは In critical condition,In serious condition, stable, going to make it, not going to make it, he's going to be okay, などが使えます。そして、蘇生の resuscitation は CPR を使って通じます。ノラスのサイトでは、ロールプレイ形式で医療英会話が練習できます。動画概要欄の URL、またはノラスの医療英会話で検索してみてください。